水死工芸制作の漆器調湿とは、器物の表面に漆を何層にも塗り重ね、その漆の層を刀で彫って、レリーフ状に文様を表す、漆工技法の総称である。当代に始まると言われるが、現存遺品から判断する限りでは、南宋時代から本格的に行われるようになり、現代、秋よ、新代に盛んに制作され、現代に至るまで制作されている中国を代表する、 執行技法である。様々な技法があり、その名称も中国名と日本名とで異なる。代表的なものでは、朱漆を用いたものを敵くれない、黒漆を用いたものを敵黒と呼ぶほか、敵機、敵力、各色の漆の彩色を彫り表した彫り彩質などがある。最古の遺品としては、イギリスの探検家スタインが、新疆をウイグル自治組イランで発見した。 川星鎧小ネが有名である。8世紀から9世紀頃の遺物と言われる小ネには、黒、種、黄色の彩筆塗り重ねて、曲がたま文様や縁文様、逆 S 字文様などを彫り表すが、彫り目は浅く、調質の原初的段階を示す。壮大になると、調質の特徴は、文様が細印で、塗りは比較的薄く、彫りが鋭くなく、丸みを帯びてくる。 現代になると、加工府、西包美洋機から、長生や洋母という名工が出て、椿を長取綾かぼに代表されるように、彫りが鋭く、写実的な作風の漆器が作られた。民発の英楽年館には、北京に、官営工場の火炎章が設けられた。秋代後期の火星年館から万歴年館と新代の、乾隆期にも、盛んに作られるようになったが、 その様式は厚く柔らかいうるしそうに細印な文様を掘り出す技巧的な傾向を強めていった。ありがとうございます。